ザーダールタスキは、西ドイツバーデンビュルテンベルク州出身のサッカー選手。ポジションは DF。イスタンブールバシャクシェヒル FK 所属。ザーダールタスチやゼルダルタスキと表記されることがある。トルコ系ドイツ人である。2008年から2010年までは、ドイツ代表に選出されていた。タスキは、トルコ人の両親のもとに生まれ、SC アルバックとシュツットガルトキッカーズのユースで、育った。 1999年7月、VFB シュトットガルトの優ー移籍。2005から06シーズン前に、彼は、シュトットガルトのセカンドチームに合流し、レギオナルリーガでプレーした。2006年8月20日のアルミニア・ビーレフェルト戦の68分に、負傷のヨンダールトマソンとの交代で、ピッチに立ち、プロデビューを果たす。2012年1月には首相に任命された。 2013年8月30日、ロシアプレミアリーグの FC スパルタクモスクワへ完全移籍した。2016年2月1日、ジェローム・ボアテングやハビ・マルティネスらの負傷が相次いだバイエルン・ミュンヘンへ2015-16、シーズン終了までの半年間の期限付き移籍。2019年1月5日、イスタンブール・バシャクシェヒル FK に加入した。 2008年8月20日、ベルギー代表戦に先発出場し、ドイツ代表デビューを果たした。ありがとうございます。